毎月1回食事会っていうのをやっておりまして、食事会はね1回じゃないんだよな、何回かやってんだけど、僕がお料理を作る季節の食事会っていう、実に、シンプルでは分かりにくい、のがあるんですけど、この食事会が12月12日に、またありますので、ぜひ皆さんそれに参加してください。それとね、今日はね、CM を見たんですよ。で、その CM でね、ちょっと考えるところがあってね、話をしようと思います。今日のテーマは、マスクをしろを疑え。何気なくテレビを見てたらですね、CM が流れてきてね、CM はもうずっと流れてんだけど、そこにね、なんかメッセージが流れていたんですよ。それで慌ててね、メモを取ったんですけどね、そこにはね、完全よりも永遠の青さを、批判よりも提案を、嘆きよりもユーモアを、常識よりも非常識を、過去よりも未来を、意味なく群れるよりも意志のある孤立を、自分のためだけよりも世界のためを、このままの世界よりもこれまで以上の世界を、っていうメッセージが出てた。何の会社か、なんかインターネットの会社らしいんですけどね。ふむふむと見てたわけ。常識よりも非常識を、意味なく群れるよりも意志のある孤立を。これ僕がいつもこういうとこで喋ったり、実際ね、そう信条としてやってるようなことが、地上波のテレビの CM に、かっこいい感じでメッセージとして伝わっ、流れてたわけ。所詮 CM だからね、あんなもの誰も真面目に作ってないから、すごいお金かけて。だけどね、本当に常識よりも非常識を、意味なく群れるよりも意志のある孤立をって、そのメッセージ誰かに届いてます？いや、これでね、ちょっとマスクについて言っとこうかなって思って、今日マスクをしろを疑いについて喋るんだけどね、大衆のアトム化って言葉知ってますかね？知らないか。マスクをしたら意味が、その飛沫感染に意味があるかないか、あんなものないだろうって思ってるんですけどこれ多くの人がそう思ってんじゃないですかね。それでもエチケットだし、しないよりはした方がすりゃいいことだから、別にね、しときゃいいんでしょってしてるんだとは思いますよ。だけどね、いいんですよ、一つずつのことは。
マスクすることぐらいね、別にしときゃいいんでしょ。でもね、大衆のアトム感について僕はとても気になるんですよ。そもそもね、スローガンっていうものは僕は信用してないですから。スローガンっていうのは主義ってつくようなものね。主義、何々主義っていうものについては、まあおよそ危険、怪しい、インチキだと僕は思っているので、その時にね、例えば全体主義っていうのがあるの、みんな知ってますか？全体主義、これ全体主義っていうのはね、個人の利益よりも全体の利益を優先してね、個人が全体のために従わなければならないっていう思想のことですよ。ね。まあ大体全体主義っていうと、イタリアのファシズムとか、まあドイツのナチスとか、まあそういう人たちが、まあ個人の利益よりも全体の利益を優先しようよっていうところが、まあそういうね、考えで、まあみんなが国家のために尽くすことを求められたと。まあ今となれば、まあナチスがしたことやね、イタリアのファシズムがしたことっていうのは批判されますけど、当時はね、まあそれを良かれと思ってやった人たちがいるわけよ。で、どうして良かれと思ってそんなことに、まあ、大量虐殺なんかもしたわけだけどね、どうしてそうなったのかっていうと、まずね、恣意的に世界観が作られたんだね。その、まあ、世界観っていうイデオロギーだね。当時のさ、例えばナチスドイツであれば、ユダヤ人が世界の経済を牛耳っているとか、であいつらのせいで我々ドイツ人は不利益を被っている、だからユダヤ人を絶滅させれば我々ドイツ人はこの鬱屈とした社会を打破できる、そういうふうなことを、まあイデオロギーとして洗脳させられたわけよね。でも世界経済をね、ユダヤ人が牛耳ってる、まあ、牛耳ってるところもあるでしょうね。まあ実際問題、多少信じられるような話じゃなかったらみんな飛びつかないからね。まあユダヤ人が世界経済を牛耳ってるって言われたら確かにそうだなって、まあ今でもありますね、そういう陰謀論的なものは。だから陰謀論っていうのは分からない、どこまでが陰謀論でどこまでが陰謀論じゃないかっていうのは確認できないからね、普通の人では。ただそんなような気がするなっていうことでいいんですよ、確認なんかできなくても。だからユダヤ人を駆逐すれば我々ドイツ人はなんとか打破できるって思わせることがまず大事でしょ。でそういうことをまた言ってみんなに納得させるカリスマの指導者がいるよね。イタリアだったらムッソリーニ、まあ、ナチスドイツだったらまあヒットラー、こういう人たちがまあそういう思想をね植え付ける。まあ今の日本にはね、そういうカリスマ的な指導者っていうのはいないですから、まあ全体主義って言えるかどうかっていうのは分からないけどね。まあアメリカのトランプなんかは、あれはもう全体主義じゃないかって言う人もいるけど、まあまあそういうところが全体主義にはありますね。それでまあ一番問題なのはよ、異分子を排除するっていうことにみんな、それも暴力を使って、
異分子を排除するということに正義を与えられるってことなんだよね。マスメディアとかある思想をそのプロパガンダによって植え付けられ、そして、例えば国家を批判する、自分たちがやってることを批判する、批判される、そういうことについて、統制をかけて、それも暴力を使って、圧だね、実際に捕まえるっていう警察の、権力でね捕まえるっていうことも一つ暴力だし、みんなであいつをね、いじめるっていうのもそうでしょう。でこういうようなことが、全体主義だとして、強いイデオロギーと強い、カリスマ的な指導者によって、自分たちとは違うものを徹底的に排除していく、これが全体主義なわけよね。で、権威主義っていうのもあるね。権威主義っていうのは、その権威にすがる、会社だったら上司にすがる、フリーランスだったらその仕事くれるところにすがる、民衆の人たちだったら有名な人のインスタグラムに飛びつく、なんだかよくわかんないけど有名らしいよっていう言葉にざわつく、こういうの全部権威主義ですけど、こういう権威主義みたいなものが僕は今この世の中に蔓延してるっていう気がしてならないですけど、違いますかね。全体主義とこの権威主義、こういうものが今の世の中に蔓延とまでは言わないけど、かなり強い割合で、僕らの生活の中に浸透してきているっていうのはもう間違いないことじゃないですか。マスクをしろを疑えっていうのは、マスクぐらいしとけばいいんでしょ。本人たちは何にも深いこと考えてないですよ。しとけばいいんでしょ。しないとまた周りもなんかあれだし、実際問題すればいいだけのことだから。これでも小さいことだけど、国全体で言ったら結構なことですよね。でね、僕はこの全体主義と権威主義がなんで蔓延しちゃうのかってことにが気になるわけですよ。僕はだから今ここでマスクをしろするなって言ってんじゃないですよ。どうぞ皆さんしたらいいんじゃないですか。したければすればいい。だけどなんでそんなものをしてもしなくてもいいんだったら私はしないっていう人が半分、しとけばいいんじゃない半分、半分半分っていうくらいだったらいいと思うよ。でもとりあえずしとけばいいんでしょ、そういうふうに思う、大したことじゃないんだからしとけばいいでしょって思う人が大半である、そういう土壌があるってことでしょ。そのことが気になっちゃうんだね。で例えば日本人だから、例えばヘイトスピーチ含むね、ここのこの例えば中国に対する、嫌悪感、韓国に対する嫌悪感、どちらかというと安倍首相時代のこの7年の間に自分たち日本人であるっていうことの誇りっていうのは持ってていいと思うんだけど、それ以外に対するね、何か外に対する異分子へのアレルギーみたいなものは年々高まってるって気がするんですよ。でもそういうものを高めるためにはね、
日本人であるっていうことを強く意識する必要があるよね。でも日本人同士で日本人であるってことを強く認識はしないですから、他のものと比べて初めて日本人だって認識するわけだから、他のものをちょいちょい意識することで日本人だっていうことを意識するわけよね。それにね、ワールドカップとか、まあ今年やるはずだったオリンピックだとか、こういうものでね、自分たちのナショナリズムみたいなものをね、なんか嫌な感じで、自分たちが日本人である、まあそういう形でね、明確なこう境界を作って、何かこの排他的なものっていうのがね、このコロナになる前からですよ、この10年強くなってるって気がするんだけど、それ僕だけですかね。でね、そのまあナチスドイツの時と今の日本と単純に比べてどうこうって言ってんじゃないですよ。なんとなく感覚として、まあ自分たちの意識を強く持たないとやってられないぐらい日本人に自信がなくなっちゃってるっていうことの方が気になるってことを言ってんですよ。何かそういうふうになる背景には、大衆のアトム化っていうのがある気がするのね。この大衆のアトム化っていうのはね、まあこれもナチスドイツの時の話ですけど、まあナチスドイツの背景には、まあドイツがその頃まあズタボロだったってことあるね。経済にしても貧しい、そして反ユダヤ主義っていうものがあって、さらに帝国主義っていうものがあって、でさらには大衆のアトム化っていうのがあったって言われてるんですよ。その我々日本人、我々ドイツ人、まあそういうナショナリズムっていうものは、まあ階級社会とか資本主義経済の発達によって非常に崩れちゃってるよね。まあ今にしたって日本人だっていうことを誇りに持ちにくい、まあもっと言えば人間としての尊厳っていうものを持ちにくい、まあ今の若い子、今のっていうか僕が付き合ってるような高校生とか、こういう子たちの自己肯定感の低さってのはもうすごいですよ。これを聞いている人たちが、まあの若い子たちや自分の胸に手を当てればわかるよね。自分っていうものの自信のなさの、もうそのすごいこと。これちょっと年配の人にはね、これ言ってもわかんないですよ。若いってそういうもんじゃないの？なんつって。いいわね。甘酸っぱくて。なんて言って、若い子もね、あ、そんなもんですかね、ははは、なんつって流しちゃうけどね、そんなんじゃないはずですよ。こんな時代に生まれてね、自信なんか持てるはずがない。あらゆることがシステム化されて、自分っていうものなんか歯車でしかないっていうことをこれでもかって見せつけられて、なんてことのないタッチパネルで動くスマホや何かに左右されてるっていう自分がね、それでも誇りを持ってますなんて言ったら、それこそサイコパスか、よっぽど世間知らずかの田舎者か、どっちかでしょ。まあ少なくとも僕がいるのは東京だから、東京のど真ん中で、生き馬の目を抜くような社会に生きていて、自分のことをちゃんとした自信を持って生きてる人ってどれだけいるんですかね。で、こういう人たちは何のために生きてるのかっていうのが非常にわからない。漠然としてるよね。
だって漠然とせざるを得ないもん。だから自分たちの利益っていうものが不明確。どこの政党に入れたら自分のためになるかなんてこともわからない。どれに入れたって似たようなもんだろうと思ってる。どこに入れたって同じでしょって思ってる。でそういう感覚だから政治になんか期待してないし、まあ政治でも何でもいいからあなたの一票がっていうけど、入れたいやつがいないね。そういう政治の参加に非常に積極的ではない。まあ消極的ですよ。こういうのをね、アトム化した大衆って言うんですよ。お互いのつながりは非常に希薄で、自分の利益は不明確で、いつも漠然とした不安を抱えていて、政治参加にも消極的。これは団塊の世代の人たちは、まあ全員ではないけれどね、火炎瓶を持って国会議事堂の周りを取り巻いてみたり、シュプレヒコールを叫んでみたり、まあそういう、全員じゃないですよ。でそれ以降は高度経済成長でどん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 生活も良くなる。まあそういうことがパタッと20年ぐらい前に止まって、さらにここ10年ぐらいは安倍首相のもと、まあかもなく不可もなく、そんな中でつながりが希薄でね、自分の利益が不明確、そして政治参加に消極的じゃない人っているの？います？いや、このラジオ聞いてる人はつながりもバッチリあって、自分の利益もよく分かっていて、もう政治参加にも積極的だと思いますよ。だけどどうなのかな。僕はこのね、大衆のアトム化っていう言葉の方が気になっちゃうんです。こういうものがずっと低温やけどのようにこの20年くすぶっていたとしたらよ、それは僕の勝手な思い込みですけど、そういう最中でコロナが起きたとしたらよ、ウイルスの怖さがどうとかね、マスクの効果がどうとか、消毒液の効果がどうとか、PCR 検査がどうとか、死亡率がどうとか、感染者数がどうとか、玉川徹がどうとか、そんなものはさ、自分の頭で考えればいいわけで、そうだなと思うことをすればいいわけでしょ。何が正しいかなんてわからないんだもん。だけど全員マスクしているっていう光景を、僕は引いたところから見ているんですけど、大衆のマスク化、あ、違う、大衆のアトム化、こういうことがその後の歴史、まあこれから起きる2020年代の歴史に、何もなければいいのになぁと思います。僕は自分にも娘がいるしね、僕は若い子と付き合うことが多いので僕より年上、僕も含めてぐらいの人がどうこうなったって、それはまあどっちでもいいですよ。いい時代もあっただろうしね。だけどそうじゃない子たちがしれーっとマスクして、大衆のアトム化で万に一つ自分に対する自信がなくて、自分たちの利益も不明確で、
つながりが薄いなと思って孤独を感じていて、政治参加にも消極的だとしたら、これは CM や何かでね、常識よりも非常識、意味なく群れるよりも意志のある孤立を、なんか本質的なことを言っているんですけど、実に陳腐で、もはやどんだけくさびを打っても刺さらないぬかるんだ土みたいな気がしてならないんですけどね。月明かりプラチナ町、遠くに灯星、聞こえてる父は遥か眠るよ、どこかで。話したい一人口、窓ガラス雪曇り、忘れない父は遥か眠るよ、静かに。朝も夜も星もループは幾重にも、こよりを紡いでゆくアパートの階段、乾いた足音、書きかけの手紙破き、エメラルドコバルト町、にぎやかなオロール、ありがとう父は遥か眠るよ、どこかで。話したいこれからを、マグカップミルクティー、懐かしい父は遥か眠るよ、静かに。朝も夜も星もループは幾重にも、使命はつながってく、張り落とすレコード、泣いてるオルガン、笑顔の写真、
天